思議な話なんですけどもね、私にはちょっと変な趣味があったんですよ。その趣味っていうのが、夜中になると家の屋上に出て、そこから双眼鏡で自分の住んでいる町を観察することなんです。いつもとは違う静まり返った町を観察するのがとても楽しいんですよ。遠くに見える大きな給水タンクとか、酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか、ポツンと佇む眩しい自動販売機なんかを見ていると妙にワクワクしてくるんですよ。そして私の家の西側には長い坂道があるんですよね。それがまっすぐ私の家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやれば、その坂道の全体を正面から視界に収めることができるようになってるわけなんですよ。その坂道の脇に設置されている自動販売機を双眼鏡で見ながら、ああ大きな蛾が飛んでるなーなんて思っていたら、ん？あれ？坂道の一番上の方からものすごい勢いで下ってくるやつがいた。なんだと思って双眼鏡で見てみたら、全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが満面の笑みを浮かべながらこっちに手を振りつつ猛スピードで走ってくる。やつは明らかにこっちの存在に気がついているし、私と目も合いっぱなし。ちょっとの間あっけに取られて呆然と眺めていたんですが、なんだかすごくやばいことになりそうな気がして、急いで階段を降りて家の中に逃げ込みました。ドアを閉めて鍵をかけて、うわーどうしようかな、どうしようかな、なんなんだよあれ、おい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 なんて怯えていたら、ツタッ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 と屋上への階段を登る音がするんです。明らかに私を探してるんですよ。やばいな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 、すごいやばいことになっちゃったな、どうしようかな、マジでなんだった、なんなんだよあれと心の中でつぶやきながら、声を潜めて物音を立てないようにリビングの真ん中で武器のアイロンを両手で握って構えていました。しばらくしたら今度は階段をツタッ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 タと降りる音。もうバカになりそうなぐらいガタ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 震えていたら、ドアをタタ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 と叩いて、チャイムをピンポンピンポンピンポンピポン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 と鳴らしてくる。って感じで奴のうめき声も聞こえる。心臓が一瞬止まって、ものすごい勢いよく脈を打ち始めました。さらにガク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 震えながら息を潜めていると、数十秒ぐらいでノックもチャイムもうめき声も止んで、元の静かな状態になったんです。それでも当然緊張が解けるわけがなく、日が昇るまでアイロンを構えて硬直していました。あいつは一体何者だったんですかね。もう二度と夜中に双眼鏡なんか覗きません。これは未だにわからない不思議なお話なんですけどもね、葵さんっていうのが何者なのかわからないんですが、私の地元のコンビニバイトの間ではかなり有名なんです。葵さんって名乗った客が来たら目を合わすなっていう先輩からの指示を受け、コンビニバイトをしていた私はそれを数日間は覚えていたんですが、忘れてしまっていたんですよね。3ヶ月ぐらい経って結構慣れてきた時に後輩が入ってきたんです。後輩に仕事を教えて結構楽ができるようになってました。その後輩と2人で夜勤に入った日に、バックヤードで私はタバコを吸いながら廃棄予定の弁当を食べていました。その時に防犯カメラの映像を見ると、3人の中学生くらいのガキが立ち読みしているのみで、後輩はレジの前で注意深くそいつらの動きを監視していました。万引きを防ぐためなんですがね。私も3つある切り替えボタンを操作しながら店内の様子を見ていた。すると後輩がいきなりレジの前で誰もいないのにペコペコしているんです。何をしているのかなと不思議に思っていると、バックヤードにいる店員を呼ぶブザーを押した。瞬時に私は、ああ万引きだったんだなと察して、バックヤードから出て行って、レジの前におじさんが立っていました。万引きの合図の後に来たお客さんかなと軽く考えつつ、いらっしゃいませと大きな声で言うと、客がいきなり、こんにちは、葵さんですと言い出しました。何言ってんだ、
とは思うものの、後輩が手招きをしてくるんです。近くまで行くと、葵さん出ましたね、店長が言っていた人ですよ、目を合わすなってと言われ、急に思い出したんですよね。幸い葵さんは私が後輩に呼ばれるまで後ろを向いていたので、顔は見なかったので、葵さんはマイルドセブンと、あとこのガムと、唐揚げちょうだいと言ってきました。レジ打ちを後輩がしている間に、私はタバコを取って唐揚げを取って袋詰めをした。すると葵さんは、どっちかな、命ちょうだいと冗談で言ってきました。怖と思いつつ、申し訳ございません、当店では取り扱っておりませんと頭を下げて冗談を受け流すように言いました。すると、あそこの3人のうちの1人でいいよ、命ちょうだいと言い出しました。店内にいる厨房3人は聞こえてないのか、雑誌を読みながらガヤガヤしてました。私と後輩はどうしていいのか分からずに困ったなぁとお互いを見ながら、申し訳ございません、彼らは商品ではございませんので。そう言うと、葵さんは笑いながら、じゃあ全部もらおうっとと言って、お金と変な針金細工を3つ置いていきました。次の日、店長と私より前に入ったパートのおばちゃんにその話をしたら、なんてことを、葵さんは何か置いてったかいというんで、預かり品として置いた針金細工を持ってきた。これは葵さんが次来たら返しなさいということなので、それをバックヤードに持っていきました。分かりやすい位置に置いておきました。それから次の夜勤の日、バックから涙目で後輩が出てきました。何事かと聞くと、針金細工がうねうねと動いているというんです。そんなバカな話あるかと見に行くと、3つともまるでミミズが這うかのように動いていました。それは数日、しかも夜のみ動いたんですよ。他の夜勤の先輩たちもそれを気持ち悪がった。数日後に一つのうねうねと動いていたのが、ピクピクと動きを弱め出したんです。その日、近くの交差点でバイクと車が衝突事故を起こし、中学生が一人死亡したんです。ニュースにもなったんですが、車の運転手は暴走行為をしていたバイクの前に誰かが立ったので、バイクが急ブレーキをかけてこちらに突っ込んできたと言っていました。次の日の夜、先輩と店長が夜勤の日、葵さんが来ました。その時の先輩の話では、葵さんは少年の首を持って入ってきたらしいんです。店長もそれを見てビビっていたそうなんです。店長に言われてバックヤードに針金細工を取りに行った先輩は、カメラに映る少年の体のみを見たそうなんです。体はレジの前の下を何かを探すように撫でていたそうです。そしてカメラには店長以外には映っていなかったそうです。他のコンビニで働いている友人や、2時までやってるレンタルビデオ店でバイトしてる友人も、葵さんの話を知っていました。どこのコンビニとかでもこういう話ってあるんですかね。不思議な話ってあるもんですね。